崎チャンネル。ちょっ、さあ、今日はですね、まあちょっと服がね、こんなのはですね、ちょっと今番組の収録に行って、まだね、その収録の内容はおいおいね、ツイッターで発表しますけども、ちょっとそこをね、いつもより不自然ですけども、髪の毛が決まってますけども、これはちょっと番組の収録に行ってたっていうところもありますけどもね、それでちょっとね、上げるのが遅くなったんですけども、今日はですね、日本ハムが、北海道北広島市に建設中の新球場、エスコンフィールド北海道が、公認野球規則に定めるホームベースからバックネット側のファールゾーンの広さ規定を満たしていないことが判明したっていうね、っていうところの解説を、していきたいと思います。まあね、この情報ねによるとですね、本塁からバックストップまでの距離、塁線からファールグラウンドにあるフェンス、スタンドまたはプレーの妨げになる施設までの距離は、60フィート 18.288 メートル以上と必要とされると明記されていると。しかしエスコンフィールド北海道はホームベースからバックネット側のフェンスまでの距離が約15メートルしかなく、これがねこの議題に上がっていると。なんか一説によると、なんか他球団のチームからそこねどうなんだっていう指示が出たっていう話も聞くんだけども、まあそこはどうかっていうね。でまあ日本ハムはね、今工事が約 95% 完了して来年3月に向けての開幕まで順調と思われたが、このタイミングで大きな問題が浮上してしまったとっていうところでね、でこの問題が発生したのは理由が2つ考えられると。一つは野球規則の言葉の違いだと。日本の規則では今回問題の距離は、60フィート 18.288 メートル以上が必要と書かれていると。で公認野球規則はアメリカの公式規則を基本的に翻訳したものであり、本場での記述も確認しておきたいと。で本場でのアメリカでの公式規則の原文は、本塁からバックストップまでの距離、塁線からファールグラウンドにあるフェンス、スタンドまたはプレーの妨げになる施設までの距離は60フィート 18.288 メートル以上までは公式規則と同じなんだけども、日本のね、問題は日本では必要とされるっていう箇所が、原文では推奨されるっていうところになってて、日本では必要っていうんだけども、アメリカでは必ず必要条件ではないっていうね、ところにはなってると。だから実際メジャーリーグでは60フィートを満たしている球場はホームグラウンドでいうとわずか2球場だけで、大半が16メートル以下と。最短ではカウフマンスタジアム、ロイヤルズのところは 12.7 メートルといって具合だと。で、2020年に開場するグローブライフフィールドも42フィート 12.8 メートルであり、少なくても本場アメリカでは重要視されてないっていうね、っていうところでね。でこのエスコンフィールド北海道の設計会社はアメリカのテキサス州に本社を持つ全米最大大手の HKS で、まあこれまでの数多くのリゾートホテルや球場も手掛けてきた会社で、今回は大林組と共同建設を担当して、メジャーではほとんど注意されていない規則で、これまで携わった球場も60フィート以下だったことを考えれば推奨通りに設計したとも考えられるとっていうところで、このね、だから一番の問題点は、そのまず設計者、全米最大大手の HKS、 このね設計者がまず一つの間違いを犯してる。それは何かっていうと、その間違いの一つは、ここは日本でありアメリカではないっていうこと。日本には日本のルール、アメリカにはアメリカのルールがあって、それは英文でも和訳しているものでも、それをまず最初に読まなきゃいけなかったねっていうところが、まず一つの問題点にあるというところがあると。でしかもだから、これを知っててやったのか知らなくてやったのかでは大きな問題があると思うんだけども、この状況をいろいろ考えると、多分知らない、日本のね野球規則を知らないで設計者として作ったっていうところがあるんで、まずこれはスタートとして一つの間違いであると思う。それで、もう一つの間違いが、この一緒に共同でやってる大林組の、担当者の人で、この人もその設計図が最初できるはずだからね、出来上がったのを見た時に、それを単独で絶対誰ね、いろんな人が入ってのゴーサインがこれで OK これで OK とか、もうちょっとこうしようああしようとかね、手直しがいっぱい行われたと思うんだよね。一番最初のまま来てないと思う。その時にその大林組の担当の人も日本のプロ野球規則を多分見てないし理解できてないと思う。次に来るのが日本ハム球団、それが来た中で日本ハム球団の担当の人も多分理解してないし知らなかったと思う。それで全部が OK で言ってしまった上でこういう問題が起きてるから、まず一番最初にやらなかった、いかなかったことは、ここは日本で作る日本の球場だから、日本のプロ野球機構でそのプロ野球規則の球場の説明を
まずは理解した上でやらなきゃいけなかったと思う。で、それでもう一つの問題が、仮にね、アメリカでは推奨されるが、日本では必要となっていると。アメリカではそのようなこの規定に準ずるところは2つの球場しかないと。他の球道は全部下回っていると。だから、このエスコンフィールド北海道でも、こういう規則で作りたいけども、NPB さん大丈夫ですかっていうのを、まず聞かなきゃいけなかったと思う。それを確認して、NPB が、いや、これはもう推奨なんで、それより低くてもいいですよって言ったんだったら、それでもいいだろうし、まずね、この確認作業をね、してないのも、多分大きな間違いだと思うんだよね。でもこれは最初から、その日本の規則を多分知ってもないから、確認する必要がないと思ってんだろうとは思うけどもね。だから、アメリカ大手のその会社っていうのは多分アメリカの野球規則にのっとって作ったんだろうとは思うけども、ここは日本であって日本の野球規則を推奨しなきゃいけなかったっていうところと、それに日本の会社と日本ハムっていうところはそれを気づかなきゃいけなかったね。で、気づいた上で NPB にお伺い立ててどうだったかっていう順序を踏まなきゃいけなかったところ、全部を踏まえてないっていうところが多分大きな問題だと思うんだよね。で、そんなアメリカは別に推奨なんやから、日本だってもう別にそんなんなかったっていいやないかという声はあるけども、ここでもう一つの問題が出てきて、これがね、仮に OK になった場合ね、出てくる弊害としては、他のね12球団だから、ここ他の12球団で言うと、だから11球場、まあ札幌ドーム入れたら12球場、野球規則の 18.288 メートルより短いところはないんだよね。マツダ、ペイペイ、京セラ、バンテリン、東京ドーム、楽天生命パークは 18.3 メーター。甲子園ベルーナドームが 18.4 メーター。ZOZO マリン19メーター。神宮 19.6 メーター。横浜スタジアム 23.8 メーター。札幌ドームが 24.5 メーターっていうところによって、どこも、だから、みんな、マツダだってね、楽天生命だって、新しい球場を作るときには、この野球規則にのっとって設計してんだよね。多分他の地方球場でも、全部が全部調べたわけじゃないけども、ほぼほぼの球場はこの野球規則にのっとって作られてきたわけだよね。ということは、このルールにのっとってみんなやってきたのに、いきなり作っちゃって、そんなもんルールが悪いんやから変えればいいやろっていうのは、ちょっと順番が違うと思うんだよ。状況によってはね。それだからこそ、最初からそういうお伺いを立てなきゃいけなかったっていうところもあるし、もしこれが OK になってくると、OK なの？俺らそのルールを守って作ってたのに、不平等じゃん、不公平じゃんっていう球団が出てくるっていうことも考えられるし、あともう一つ考えるのが、あ、じゃあ前出ていいんだっていうところで、増築して VIP ルームなんか作ったりして、もうどんどん、バックネットが、近くなっていって、他の球団も増設してくると思うんだよ。そしたらそれこそ12メーターとか、もう10メーターしかないとか。だって、じゃあ何メートルまで OK なのって言った時に、その推奨に習うんであれば別に5メーターでもいいわけよ、大げさに言うとね。で、しかもバックネット裏ってフェンスがあるから絶対危なくないだよね。後ろに突き抜けることもないしね。で、そうなってきたらもう、じゃあ何メートルがいいんやっていう問題にもなってくるしね。でももうそれもいいじゃん、自由でってなってくると、今で言うと多分 ZOZO マリンとか、あと甲子園もそうだし、東京ドームもそうだね、松田とか、いろんなところが多分前に出てきやすいと思うよ。楽天生命もそうだけど、そしたらもうどんどん前に出てくると思うね、どこも増築して。でもそれでいいじゃんって言うんだったらまあいいと思うけども、まあ、それがどこまで前に行くのかって言って、で、次プレーの弊害としては、ファールゾーンが短くなればなるほどファールフライが全部スタンドに入ってファールになるから、バッターとしてはかなり有利になるね。守る側としてはかなりマイナスになるっていうね。だからまあここら辺はお互い一緒やろってなるからね、まあそういう意見もあるけども、あとはそのワイルドピッチに向けての進塁はファーストからセカンド、セカンドからサードっていうところが行われるけども、サードからホームっていうのがもうどんどん近くなってくると、その跳ね返りがもし普通にできたら、ホームに突っ込んでこれなくなる可能性もあるから、そういった面では、プレーの弊害が近ければ近いほど起こる可能性があるっていうね、ところもあるし、守ってる側からすればもう近くなるからね。札幌ドームとかも佐渡崎の一番嫌いな球場で、なぜなら後ろが長いからっていうね、ところだったけども、そういったところが長くなくなるからね、プレーとしては楽になるし、お互い様っていうのはあるけども、そういったところの進塁されなくなるっていうところが、どんどん10メーターとかね、なってくると、もうその跳ね返る素材にもよるけどもね、そういったところではプレーとしての弊害がひょっとしたら出てくるかもわかんないけども、プレーとしては楽になるね。ここはだからもう一番いいのは3メーター後ろにスタンドを下げることだね。それがだって
ルールはルールを守るためにあるから、ルールを犯してからルールがおかしいっていうのは全ての面において違うと思うんだよ、順番的にね。いや何か犯しましたって、いやそんなもんお前犯したのは事実だけど、ルールがおかしいんやからお前そのルール変えればいい話で、別に俺らは問題ないよ、いいやないかってちょっとおかしいじゃんね、普通に考えたらね。だからまあ一番丸く収まるのはスタンドを、あのその規約通り 18.288 メートルまでにバックスネットを下げるっていうね、のところが一番丸く収まるし、他のねそれに倣って球場を作った施設とも平等だしね、まあそれが僕はまあ一番丸く収まっていいんじゃないのかなっていうところもあるけども、まあそこでもしね規定を変えてもうそれを緩めたらもうなし崩しにどんどん前に来るっていうところもあるから、まあそれはそれでいいと思うんだったらまあそれでもいいかなっていうところもあるけども、まあ最大の要因は何も確認しないで勝手に物事を進めた3社の会社の担当者が一番問題大いにあると思うね。確認作業を取らなかったっていうところと、日本のルールで作らなきゃいけないのに日本のルールを誰も周知してなかったっていうところが一番の問題点であって、仮にもし周知してたとしたらそれは NPB に聞いてたのかっていう問題もあるから、もしこれ聞いててね、まだ情報そこまで出てないけども、これ俺はまだ何も分かってないけども、その情報を NPB に聞いてて、 NPB からあこれは絶対必要じゃないんで推奨ラインなんで、あ別に短くでもいいですよってなって15メーターにしたんだったら、まあ多分何の問題もないね、逆に言うとね、お伺い立ててんだからね。だから大きな問題を取り上げることもないし、別に第三者がごてごて言うことでもないし、別にお互い話し合って OK っていうのをもらってるからそれ通り作った、これ何一つ問題ないけども、何の確認作業もしなくてルールの理解してなくて作っちゃいました、ルールにのっとっていませんは、それはもう一番は NPB が見解を出さなきゃいけないって言ってる人いるんだけど、一番はその作った側がアメリカの大手会社なのか、大林組なのか、日本ハム球団なのか、わからないけども、作った側が、でもまあね、元は日本ハムなんだから、日本ハムがその NPB に対してなぜそういう風な形で作ったのかっていうのを多分説明しなきゃいけないと思うんだよね。でそれを知らなかったですっていうのか、日本のあの規約見てませんでした、知りませんでしたっていうのか、何なのかっていうところはあるけども、なぜそうしたものを作っちゃったのかっていうところを報告してから NPB がどう対応するかっていうところが先だから、まずはこの事実が出たことをやっぱその説明責任はその作った側にあると思うんだよね。だから俺たちとか第三者とかにはまあ別に発表する義理もないからけども、まあでもここまで混乱すると発表した方がいいとは思うけども、 NPB には絶対言った方がいいと思うよね。でそうすることで NPB がどう対応するかだけども、まあそこはもうね、あのどういう対応になったとしてもまあそれをね尊重するべきだと思うし、それを周りがねどうのこうの言う必要はないけども、現状ではやっぱりその規約通りに作った球団との不公平感が生じるっていうところは多大にもあるし、これが OK になったら他の球団でどんどん前に出てきて特等席なんか作って営業利益上げてね、上げたいじゃんね、球団もコロナでねだいぶ傾いてきて、あの収益が落ちてるんだからね、特等席なんか作って高い金でね、あの席を作ってそこを売り出して収益に上げたいっていう球団も出てくるから、どんどん前に出てくるんじゃないのかなっていうところはね、まあまあ想像しやすいっていうところはあるけども、まあ結果どうなるのかっていうところはあるけども、まあ一番いいのはもうその規約通りにすると全員がハッピーだよね、まあ、日本ハム以外はなるけども、他の不平等さもなくなるし、ルール通りにやってるっていうところで 18.288 メートルまで下げるっていうね、だから 3.288 メートル下げるっていうところが、まあ、一番そういうルールにのっとってすんなり収まるところなんじゃないのかなと思いますけどもね、まあ、今後どういう展開になっていくのかはその情報をまあね見とかないといけないですけども、まあ、どういう結果になったとしても、まあ、NPB がそこ話し合って決めていくことがを尊重したいというところあるし、まあ、どうするのかなっていうところは、まあ、気になるところでもありますけども、さぞかねこの、エスコンフィールド北海道に対しての、問題について思った見解をね、述べてみました。というところで今日は以上です。